今日の話はですね、ご予算別ロードバイクのパーツアップグレードということで、数回に分けてですね、お話をしていきたいと思います。ボーナスが入って、ロードバイクのカスタムをしたい、そんな方も多いと思います。アップグレードのですね、ご予算も各パーツによってピンキリというところもありますので、今回はですね、予算総額によってピックアップしていきたいと思います。おー、なんだか楽に走れるなぁと。そう思っていただけるカスタムをご紹介していきますので、ぜひご注目ください。それでは、スタート。はい、どうも、スタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。今日の話はですね、ご予算別ロードバイクのパーツアップグレードということでですね、数回に分けてお話をしていきたいと思います。私がですね、使用しているカスタムパーツだとか、お客様にですね、大好評なパーツなどなどピックアップしていきますので、ロードバイクを乗り始めたばかりの方も、ロードレーサー、ベテランレーサーの方もですね、ぜひご参考によろしくお願いいたします。まずはですね、ロードバイクのカスタムの中で大きく走りが変化するもの、1位から5位までをチェックしていきましょう。各パーツがこんな感じになっております。まあ、これよく言われてるところなんですけどね。乗り心地が変わるものを順々にちょっとピックアップしていってます。で、この順位ですね、昔から言われているところでもあって、今現在でもですね、そう大きく変わらないかなと私は感じております。もちろんですね、これフレームをアルミから例えばカーボンに交換するということであれば大きく変わるかもしれないんですけど、今現状のですね、まあフレームを使ってパーツ交換、アップグレードというお話をちょっとね、していきたいと思います。まあこれ以外にも結構いろんなカスタムパーツがございますので、まあ、今回ですね、ちょっとマニアックなカスタムパーツを含めて、まあ、数回にわたってですね、おすすめのアップグレードをご紹介していきますので、乗り心地が良くなるとか、ちょっと登りが楽になるというパーツをですね、チェックしていきましょう。まずはですね、今日1万円以内でできるパーツカスタムをいくつかピックアップしていきたいと思います。今ですね、使用されているパーツの方が、まあ皆様バラバラだと思いますので、自分に合っているカスタムをチェックしていただければと思いますので、ご注目ください。まあ、正直ですね、これ1万円以内だと、おお、すげえ変わったと感じるところはあんまりないかもしれません。はい。ただですね、これ重量が軽くなったり、例えば上りでちょっと楽になったなとか、あと長い距離走って少し楽に感じることもあるかと思いますので、コツコツとカスタムしていきましょう。今回はですね、4つのパーツご紹介していきますね。まずはですね、1つ目、大人気のカーボンシートポスト TNI のブラックカーボンピラーですね。こちらになります。価格、びっくり価格。カーボンではない価格なんですけど、7920円となってますね。で、今回おすすめさせていただくものが、シートポスト径 27.2 ミリの25ミリオフセット仕様のモデルでありまして、このですね、カーボンピラーなんですけど、ゼロオフセットもあるんですよね。で、ゼロオフセットもあるんですけど、これ重量が軽くなってるのが、25ミリのオフセットのものになります。オフセットってね、このヤグラという呼ばれてる上の部分、これが後ろにちょっと下がっているもの、これが25ミリオフセットで、ゼロオフセットだとこんな感じになるんですけど、これね、ゼロオフセットだとちょっとね、重量が重くなるんですね。で、25ミリのオフセットのもので重量が今こんな感じになっております。でね、このぐらいの重量だと、例えば他社だとね、2万円から3万円はしちゃうんですよね。で、それが7920円というところでですね、この 27.2 ミリのシートポストを使っている方、みんなこれに交換しちゃいましょう。はい。で、シートポストのですね、これ長さの質問結構来てるんですけど、
だいたいフレームからですね、これ矢倉の部分までの長さというのが、まあ20ミリぐらいであれば、あ、20ミリじゃないや。20センチぐらいであれば、300ミリのシートポストで、OK なんですけど、それ以上のですね、数値がフレームから出ている、例えば、25センチぐらい出てますよとか、そのぐらいであれば、350ミリを、チョイスした方がよろしいかなと思います。そしてですね、シートポストなんですけど、これトルク管理をしっかりしていただかないといけない商品でもありまして、まあ、シートクランプをですね、これ締めるときに、例えばまあフレームだとかシートクランプに書いてある、あの適正トルクでですね、これ締め付ける必要があります。まあ、おおよそいろんなですね、フレームをチェックしていくと、まあ、大体5ニュートンメーターのものが多いかなと思います。で、5ニュートンメーターというとですね、これ、ステムのボルトが大体そのぐらいの、あの、トルクになりますね。で、これ、締めすぎると、シートポストだとかが割れてしまうので、ご注意ください。で、カーボンレールのですね、これ、サドルでも、あの、そこそこ対応しておりますので、カーボンレールのサドルを使用されている方も、まあ、おおよそ使用は可能と言われております。はい。で、サイズだけですね、しっかりとチェックして取り付けができるかどうか、27.5 ミリのオフセット25ミリですので、ぜひチェックしてみてください。あの、特殊な規格のね、シートポストは使用できませんので、ご注意ください。続きまして、毎日発送させていただいております、エクサーの TPU チューブでございますね。こちらになります。1本1650円税込みと、もう他社に比べて圧倒的に安いというところで、まあ、ホイール周りのですね、これ軽量化というところで、たったの重量36g。まあ普通のチューブがですね、これ 100g ほどなので、これ前後でこのチューブに入れ替えると 120g から 130g もですね、軽量化できるチューブとなっております。ただね、それだけ薄いということになっているので、まあ、これ注意も必要でして、タイヤに入れる際にですね、これ少し空気を入れてあげて、タイヤにはめ込む必要があるということと、あの、よくあるんですけど、これね、タイヤレバーでタイヤを入れてるっていう方いらっしゃるんですけど、これ絶対タイヤレバー使っちゃダメなんですよね。で、これ普通のそのタイヤチューブ交換でも、タイヤをはめ込む際に、あの、タイヤレバー絶対に使っちゃいけないんですけど、このチューブの場合ですね、タイヤレバー使うとおそらくすぐパンクしちゃうと思いますので、ご注意ください。まあ、ちょっとベテランライダーさん向けの商品なのかなと思います。で、クリンチャーでのですね、運用となりますが、まあ、使用しているタイヤによってもですね、ちょっとこれ空気圧が少し変化するんじゃないかなというところで、まあ、いろんな空気圧でですね、これ調整しながら自分に合った空気圧をですね、探してみてください。いろんなね、実業団レーサーからヒルクライマーの方も使用中のね、TPU チューブですね、エクサーというチューブになります。ぜひご注目ください。続きまして、こちらもオンラインショップで毎日のように発送させていただいております。カーボンドライジャパンのハイブリッドプーリーになりますね。こちらになります。価格はですね、5940円からということでですね、ちょっといろんな種類があって、これシマノの11速用、シマノの12速アルテグラ用、スラム12速用、カンパ12速用などなどですね、幅広くオーダーをいただいております。で、このですね、カーボンドライジャパンのプーリーですね、あの、私もあのヨネックスの方に使用しているんですけど、あの、アウターロー側、チェーンのちょっと斜めになるアウターロー側でですね、チェーンの抵抗が減ります。足がですね、まあ、通常よりも軽くなりますので、まあ、ロングライドの時にもですね、後半まで足を持たせることができるかなと思います。そしてですね、このプーリー、あの、特殊な樹脂にカーボンをちょっと織り交ぜて、このプーリーを作ってるんですけど、結構ね、強度も強くて、これ耐久性もかなりアップしています。で、しばらくですね、これ梱包を交換していない方で、プーリーが減ってる方、あの、プーリー交換してない方はですね、ぜひこのカーボンドライジャパンのですね、プーリーおすすめします。かなりですね、変わると思いますので、ご注目ください。これ、取り付けの際にですね、これプーリーを外して交換しなければいけないところがありますので、少しね、面倒なところはあるかなと思いますが、あの、チャレンジしてもらってもよろしいかなと思います。
ちょっとね、注意点として、まあ少し前の105グレードのリアディレイラー、これ5800シリーズだとか、7000シリーズの GS、ロングゲージのリアディレイラーで、これボルトがですね、これ足りなくなることがありますので、その際にはですね、ちょっと別売りのボルトも一緒に販売しておりますので、オンラインショップちょっとチェックしてみてください。最後ですね、こちらも人気になります。2750円でハンドル周りの軽量化というところで、超軽量プレッシャーアンカーですね、こちらになります。こちらもですね、ちょっとベテランライダーさん向けの商品となっておりまして、プレッシャーアンカーの仕組み、ちょっと取り付け方がですね、これわかんない方はお店の方に取り付けをしてもらった方がよろしいかなと思いますが、このパーツ一つでですね、ハンドル周りが 30g から 50g ほど軽量化できるかなと思います。結構ね、このハンドル周りの軽量化っていうのは 30g とか 50g っていうのはお金をね、かけてあげる必要があるんですけど、この2750円で軽量化できちゃうのはもうやった方がいいかなと思います。で、これ、K なんですけど、スタンダードなオーバーサイズの K であれば取り付けは可能です。結構ね、これ取り付けできますかという問い合わせが多いんですけど、通常のオーバーサイズであれば OK なので、ちょっとね、自分のバイク調べてみてください。オーバーサイズって1と8分の1って書いてあります。はい、よろしくお願いいたします。ということで、4つですね、ヒルクライム向けのレースに向けてですね、ちょっと軽量化アイテムが多くなっておりましたが、1万円以内でも結構軽量化できますので、この機会にですね、カスタムしてみましょう。今回ですね、ご紹介しました4つの商品ですね、すべて当店のオンラインショップでご購入ができます。こちらの詳細欄にリンクがありますので、ぜひチェックをしてみてください。まあ、その他、オンラインショップにはいろんなおすすめのアイテム目白押しですので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ではでは、次回もお楽しみに。またアップします。